お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。聞こえますか？あ、聞こえます。今日誰も来そうもないな。いや、なんかシェアしてる人何人かいあ、て、そう。来そうな気配はあったけど。欠席しますって来た。うん。ちいょっとない待っかてもようしれない。か。よいしょ。今日これの人と対談して、これの人と対談して、蜃気楼で話してもらうことにしましあ、そう。え、た。なんうん。て人？徳谷柿次郎っていう、まあ、地域系の編集者やってる。あれ、なんかカフラさんも来んの？多分オンラインから参加だと思う。あ、そオンラインからう。登壇？うん。もうだいぶ揃ったのかな？そうですね。登壇者の方はだいぶ揃ったので、まあ、火曜日に吉池さんと相談して、申し込みどうするかとか、あと、クラファンやるって話もあったから、クラファンどうするかとか。ちょっと今週まで忙しかったんですけど、もう動き出す感じなんで、ここからはちょっと蜃気楼に全力投球みたいな感じ。犬飼君ってさ、はい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 。運動会の、はい。なんかイギリスに呼ばれてさ、うん。やってきたんだけど、うん。ちょっと2月3日予定が入っちゃってるんだってさ、ああ、そうなんですか。もうちょっと声かけるの狙ってたんですけど。だから、運動会とかさ、ジョーがやってるさ、ああいう子主に供のね、やっぱやつりとかね。ね、なんかああいうライブ的なものっていうのが合うんだよな。座学だけよりな。なんかちょっとその辺もなんか考えていきましょう。まあ、身体論のあれでもいいけどね。専門学校の方でも。なんかああいうちょっと、もともと、だから、オリジがやってたようなさ、ものの系譜っていうかね、まあ、子供たち主役の何かやるっていうのはありじゃないかな。あっさん来た。S 多いな。お疲れ様でおす。疲れ様です。じゃあ始めちゃいましょうか。はい。じゃあ、高良君から。はいはい。よいしょ。先週なかったので、ちょっとこの2ヶ月間の動きで、行きたいんですけども、まず11月の16から20で、その韓国の合宿に行ってきたんですけども、この左に書いてある3人が、まあ、1代目、2代目、3代目みたいな感じになっていて、で、その、まあ、東学っていうところの、まあ、甲午農民戦争みたいなところをやった思想のところを探ってきたんですけども、結局その、まあ、みんなが天だっていうね、その、この本も天だし、パソコンも天だし、みんな天だっていう、な日本のこのお天道様が見てるにこうすごい近いものなんですが、だから2代目がその奴隷の身分だった人が2代目になって、でこの3代目の前に27歳の女性が、まあ代表になって、でまあ、すぐ殺されちゃうんですけども、だから当時の、その、まあ、身分制みたいなものをすごいこう破っていって、みんな天なんだからみたいな風にこうなっていった動きで、でまあ、この人たちがその韓国のこう独立運動のまあ中心になっていったっていう動きがあって、でそのこうなんていうんですかね、こう思想を展開する出版社みたいなのがあるんですけども、まあ、そこの出版社にこう行ってきて、この本がずらっと並んでいるところでまあ話を聞いたっていう感じでした。
そこの、まあ、出版社のところにある、なんか集会場みたいな建物の、それを建てるからっていうので、まあ、そこのメンバーから、一旦宗教法人にして、その宗教的なお金を集めるっていうお金を流用して、まあ、独立運動のお金にしていたっていうね、なんか話を聞いて、で、そのこう建物が、まあ、当時、その会館にあったところの建物が、まあ、別の場所に今移転されていて、で、この建物でこう合宿したんですね。で、これ、むっちゃ寒いんですよ。で、オンドルっていうのがありまして、この地下に、こうレンガで、こう炭を焚いて、まあ、言ってみれば床暖房をこう炭でやってるみたいなのがあって、このオンドルがこう下にこう通ってるんですけども、でも外寒いけど、中に入ると一部屋だけはすっごい床があったかいっていう、なんかそういう建物になっていて、で中に入ると3代目のこう肖像があり、ここで朝鮮の独立の宣言文をこう議論して、まあ、書いたんだみたいな感じになってて、でそこにこう置いてある本の絵があるんですけど、この絵がまあ実際この本なんだみたいな感じで、で、まあ、彼らがこう唱えるマントラみたいなのがこう書いてもらって、まあ、実際にそれをこう体験してみたみたいなことでした。で、まあなんかこんな風になってて、ここがそのオンドルの床暖房で、まあ、ここで朝5時から起きてマントラ唱えるみたいなことを体験したんですけど、で、こう2泊3日でやった時に、まあ、日本人4人、韓国人10人ぐらいで、なんか一緒にやったんですけども、そのこう韓国人の人が、なんか私は今日、なんか東アジア人っていうのを実感したっていうね、なんか話をしていて、で、まあ、この場所はそのこう日本から独立する時の、まあ、アジトのこう総本山みたいな場所で、まあ、そこにこう日本人行って、まあ、2泊3日で一緒になんかいろいろ喋ったりご飯食べたりしてっていう中で、あ、なんか単位が変わるみたいなね、こう東アジア人っていう感覚がなんかすごくこう芽生えたみたいな話を、まあ、韓国の人が、まあ、してて、まあ、それをもうちょっとなんか拡張していく、なんか何かを一緒にしていくことによってその感覚をこう拡張していくみたいなことを、まあ、なんかできないかなっていうのがこう終わった時に思ったことでした。はい、これが1個目です。あ、キツカさんミュート。その当学っていうのは結構勢力ってどんぐらいあるの？今はね、ちょっとなんか昔のなんかイメージがこう反乱軍みたいなイメージもあるから、まあ独立運動で、まあでもちょっと過激派だったところも当時はまああるので、まあ、今の若い人たちはあんまり当学がっていう感じではないんですけども、でも、そうですね、まあ、とはいえ、まだまだ当時のその独立運動の時の独立宣言のメンバーの半分がその当学の人だったっていう状況もあるから、まあ、だんだんこう減ってきているけれども、まあ、まだまだ残ってる部分もあるみたいな。ですかね、だそれをなんかやっぱ現代的にもう一回アップデートしないとなんかいけないよねみたいなところで、ちょっとどうするみたいな感じになってるみたいあれ、東学と乗らんのは東学だよな。な。あ、そうです、そうです。全然歴史の中でしか知らないけど。はい、わかりました。また。はい。では、治療が。はい、始めます。で、こちら一応イコールの印刷入稿が終わって、今、明日、宅急便で最終ギャラが来るんで、まあ、それで OK という感じになります。で、これがまあ表紙になりますね。結構インパクトあるよ、これ、ちょっと。で、一応メタブレーンで発行元にな、販売元だな。発行販売っていう形で、まあ、商店流通に流します。で、
このブレイクスルーマガジン 4PS ってなんだけど、これも小笠原が作ったんだけど、なんか参加型社会だな、PS ってなんかの略なんだけど、まあ、そこに向かってブレイクスルーしていくという感じでね。で、時代の最前線を個人の視点で語るメディア情報誌ということで、まあ、今までの雑誌ってものがね、まあ、編集長がいて、編集長っていうのは、まあ自分の感覚もあるんだけど、まあ基本的には売れ筋とかね、世の中の動向とかさ、まあそういう視点で、まあ、企画を考えてね、今ジャニーズが話題だからジャニーズを特集しようとかさ、まあ要するに、組織として売れそうな本、企画というものを編集長が、まあ考えしてね、それで企画を作って、それ下に流していくと。いう感じで、まあ、作られてるわけだけど、まあ、俺の方からネタ出しはしますけど、まあ、基本的には個人のね、視点でね、面白いもの、つまんないもの、関心のあるものっていうものを選んでもらって、作られていくと。で、これ自身が、まあ、コミュニティが作る雑誌っていうことでね、まあ、僕としては、そのコミュニティのメンバーね、僕の友達と、深呼吸の仲間たち、が、まあ、要するに使える雑誌を作りたいと。田原君がこういうので、こういうページをくれという、だからこれがやったら売れますよっていう企画じゃなくて、自分がやりたいものを、この雑誌っていうね、紙面の中で使いたいというものがあれば使えるメディアにしていきたいと。まあ、コミュニティがまあ共同利用する、まあ、寄り合いみたいな、まあ、さっきの等額の家みたいな、そういうものを、まあ、情報の空間の中に、場所を作ると。まあ、これは情報コミュニティっていうね。で、まあ、そういうのを作っていこうというのが、まあ、趣旨です。だから、まあ、まあ、面白いのに越したことないんだけど、面白さだけを求める雑誌じゃないんで、やっぱり、そこに生きてる人が、自分がこれがテーマがあるっていうことを語ったりね、仲間を集めたり募集したり、まあ、そういうふうにして、まあ、使える情報誌というようなイメージで、構成していきます。で、まあ、これが一応創刊宣言ということでね、これ、ページをめくると、こっちが表になんだな。これ1ページだね。で、まあ、これちょっと今度整理して説明しますけど、まあ、これ書籍コーナーなんだね。で、雑誌と書籍って、何が違うのかと言ったときに、実は全然構造が違うんだよね。ビジネスのね。で、書籍っていうのは基本的に広告入れちゃいけないんだよ。まあ、自社広告のね、まあ、角川の方の後ろにあるっていうのはあるけど、普通ないんだよな。まあ、例えば、まあ、雑誌の場合は広告ビジネスモデルなんだけどさ、まあ、書籍でないんだよね。まあ、これはちょっと今度、今整理してますけど、まあ、説明します。だ今回は書籍なんてね、本当は広告入れちゃいけないんだよね。雑誌って言っていいのかどうかもわかんないんだけど、まあ、取り次ぎ的には書籍っていう、構造の中で出していくと。で、俺らに意識としては雑誌でやっていくと。いうことで、まあちょっと、どうなるかわかんないけど、やってみましょうということで、始めます。で、まあ特徴はいくつかあるんですけど、まあ、コミュニティ雑誌でね、みんな仲間なんで、いわゆるその外注とか、下請けとか、そういう関係なくてフラットなんで、基本的には、原稿なしということになります。これ初め本当はね、シェア書店みたいにね、シェアマガジンにしてさ、1ページ3000円とかさ、書きたい人から徴収してやろうと思ったんだよね。で、そうするとやっぱり金持ちがいっぱいページ作れちゃうようになっちゃうんで、ちょっと違うなと思って、でも将来的にはそれも考えてる。みんなでシェアして作って、で、払った費用だけ本がもらえると。で、自分がそれを流通させると。
いうのが、まあ、ある意味では、次のステップのね、参加型出版になるんだけど、まあ、今回は、まあ、一般書店に流すということでね、半分は、まあ、古い体制、その中で新しいことをやっていこうという、ちょっとコウモリ型のね、二律背反型のメディアにしていきたいと。で、まあ、この期間が実は一番大切なんだよね。いきなり新しいもの、古いものか新しいもので、ジャンプしても、社会はそうなってないからね。結局取り残されたり孤立しちゃうってね。今の社会の中でも適合してつで、その中でなんか新しい可能性をね、探っていくというのが私のやり方です。はい。で、まあ、販売はね、取り次ぎ通して、まあ、どこでも買えるという構造は作ってね、Amazon でも買えますというものを作りながら、まあ、それはもう、まあ、どうでもいいっていうのはないけど、まあ、流通は使いましょうと。ただ、現状の書籍流通っていうのは、まあ、大量生産、大量販売のビジネスモデルなんでね、そのためにできた流通システムなんで、まあ、大量に作る分にはそれが一番合理的なんだけど、まあそんな大量でもない少数のメディアだと、まあ、埋もれちゃうわけだよな。まあでも、システムとしては、まあもうすぐ整備された戦後のね、出版流通システムがあるんで、まあそれは使いましょうということでやりますけど、まあ、私としては、まあそっち側は、まあメインではないと。で、メインはあくまで新しいものを作っていくってことなんで、まあ当面ね、シェア書店を中心にね、販売していきましょうということで、まあ、シェア書店の中にね、棚を借りて、まあ、そこに、まあ、常備店という形でね、イコールの最新号からバックナンバーから、絶えず揃っていると。から、まあ、イコールが出していく本もそこで置いてあるというような形で、まあ、自前の書店をね、シェア書店の中に作っちゃうと。チェーン店をね。で、まあ、家賃3000とか5000だから、まあ、5、6冊売れればペイするっていうかね、構造なんで、まあ、それちょっと追求していきましょうと。で、まあ、今後、個人ベースでもね、まあ、卸をして、登録掛けで卸しますと、10冊単位でね。それ買い取りでやってくれば、喫茶店のとこでも売れるというようなことも試していきたいなと思ってます。それから、まあ、雑誌とね、読者の関係性っていうのを、まあ、いろんな形で追求していきたいと。まあ、そのために、まあ、ズームとかリアルを含めて、勉強会とかね、ワークショップは、どんどんやっていくと。それから、まあ、現実的にいろんな、勉強会やってる小さな、ね、チーム、まあ、そういう人たちも連携して、まあ、紙面を提供していくとかね。まあ、そんな形で広げていきたいと。それから、まあ、これ自身が、まあ、AI をね、意識してるっていうか、AI を直接使うってことではなくて、AI 的な情報データベースの社会っていうのはこれから生まれるということで、まあ、いろんな形で、まあ、データベースを作っていこうと思ってます。まあ、そのうちに一番分かりやすいのは書評なんでね、書評は、まあ、データベース化していくと。で、まあ、とりあえずノートを使ってみんな書いてってね、で、そのデータベースの中から、まあ、採用したものをね、紙面に落としていくということで、いきなりイコールに投稿してくるってんじゃなくてさ、自分たちで発表してって、まあ、その中でマッチングできるものはマッチングしていくというような関係ですよね。で、まあ、書評でも映画評でも社会評でもね、料理のレシピでも、まあ、要するにインターネットにあるものはね、もう一回そのデータベースとして管理して、まあ、その出口の一つとして、サンプルとして紙に落としていくというような感じにしていくというふうになります。から、まあ、AI などね、最新技術に注目していきますと。で、今、ちょっと、いろいろ試してるんだけどさ、イコールの原稿ね、まあ、50人書いたから50本あるね。それを、その100文字のサマリーに落としていこうと。チャット GPT 使ってね。で、そのサマリーを、もう、Twitter でもね、LINE でもね、どんどん流していっちゃうと。で、まあ、それが一つの宣伝でね、イコールのある部分が、世の中にこうね、まあ、データベース、
インターネットなんかに流れていくと。で、それ自身が PR になっていくというですね、そのテレビとか大量に、Facebook のね、ページを買うとかね、そういうんじゃなくて、中身をですね、世の中にこう、繁殖させていくという、まあ一種のボットみたいなものをね、PR で使っていこうと。中身見せるのが一番早いんでね。まあそれはちょっと AI 使ってやっていくというようなことを今考えて、今ちょっと愛ちゃんと今実験を始めてます。で、まあイコールは増殖していきますと、これ後で説明しますけど、僕がやろうとしたのはあくまで21世紀型雑誌のね、プロトタイプなんだな。で、この雑誌が10万部とか100万部目指すんじゃなくて、僕はまあ1万部を目指すと、とりあえずね。で、この方式ができればね、まあ、いろんな人が、イコール出せるのね。まあ、現実に田原君とかね、久常さんとか検討してくれるのは、自分たちのコミュニティがあれば出せるということで、単体のイコールが、こう、部数拡大してって拡大、権力を持つっていうんじゃなくて、まあ、小さなイコールがいっぱいできるような、お試しをね、俺がやってると。で、みんな真似できれば真似して、オリジナルでやるとか、オリジナル追求してもらうという形で、まあ、増殖していくメディアにしていくと。で、まあ、新京大学とかね、新京老専門学校とか、まあ、イコール独自のイベントも開催していきますと。で、これらはすべてコミュニティのメンバーで運営していくということで、外注とか出さないという仲間でやっていくというような感じなんですね。はい。はい。てな感じが概略です。どうですか？いや、あれですね、自分が出すっていう意識になると、やっぱ、はい、塚川さんの言葉の、あれですね、受け取りの強度はだいぶ変わりますね。そうね。だから基本的にさ、俺のことを見てると分かると思うんだけどさ、まあ、とにかく近代がダメだっていうところが始まってるわけだな。で、近代ってやっぱ管理だったりさ、複製社会だからね、一つのものをこう、コピペしていく社会なわけだよ。だそれは物もそうだしさ、考え方もそうなんだよな。だから、まあ、政治でも宗教でも 文化でもさ、なんか素晴らしい人がいると、それを、自分がそれのコピペになっていくっていうことがさ、なんか文化的なように思われるんだけど、また逆でさ、今までないことをやるのが、人間の意味、生きてる意味だからね。なんか素晴らしい人とこう、シンクロしてもさ、ほとんど意味ないっていうかね、むしろ近代をこう固めていくだけでさ、その先にはいけないっていうね。だからあくまで俺はやるのはプロトタイプでね。これをその、全く同じようなものを作れっていう話じゃなくてさ。で、田原は田原イコールをさ、オリジナルで作っていかなきゃいけないしさ。そういうような、まあ、運動だな。ものにしていきたいなと思ってます。はい。やっぱでもね、なんか来年やっぱり2冊というかね、2回出したいなと思った時に、やっぱ出すって決めてからこう話を聞くと、なんかね、この咀嚼力と吸収力のこのなんかあれが全然違いますよね。ちょっとその前に、あ、イコール面白そうだねみたいな話だったのと、自分が実際に出す時にどうやって頼んでとか、そのコミュニティがどうでみたいな、こう自分の今の具体的に見えてるものと、今のその吉川さんの紙面とそのやり方みたいな話を、なんかにこうどう、なんていうかな、ヒントにしながら自分の文作るかっていう、これやっぱ作んないと、なんか話聞いてるだけじゃやっぱ分かんないとこいっぱいあるなっていう実感が、ちょっと今話聞いてて、だ思いかましらそれがさ、た要するに人事にならないっていうことだよね。ね。他人事で素晴らしいとかさ、褒めたたえてもさ、他人事でない限りさ、どんなに声が高く褒めても意味ないんだよ。やっぱり自分事で考えたらさ、そんな褒めてる余裕ねえんだよ。自分の問題だからな。もう今なんか雑誌出してるとか、雑誌っていうのが急に気になりだしちゃって、なんか
雑誌ってみんなどうそう考ね。えて出してんですかみたいなね、急になんか雑誌っていうのが自分の身近なところにね、こうぐいっとこう食い込んできた感じだから俺も書店に行くとさ、結構雑誌見ちゃうんだよな、最近な。そしたらもう、群像なんてさ、もう何十年見てないのにさ、すげえパンクな雑誌だったんだよ。デザインがさ、すごいなんかさ、ポップになってたりさ、なんか結構みんな頑張ってたなと思うよな。まあ売れてねえだろうけど。だからね、基本的にまあ俺は雑誌の人間なんだよね。で、特に20代はさ、書籍って俺抵抗あったわけ。かっこつけやがってと思ってさ。で、雑誌ってやっぱりムーブメントなんだよ。で、もう要するに一月終わったらさ、ゴミになっちゃうんだよな。だからその書籍ってなかなか捨てられないのはさ、これやっぱ人生が詰まってるからね、ある人のな。だから、その受け取るにも、まあ、ある意味では、こう、厳粛な気持ちになるしさ。だけど、雑誌って、やっぱり、もっと使い捨ての文化だからさ、最先端を追っかけて、そんな最先端なんて永久に続かないもんっていうさ、ある種ニヒリズムがあってさ、捨てていくんだよな。で、これってさ、俺、ロックに感じたのがそれなんだよな。だロックをなんかこう、権威にしていくんじゃなくて、まあ、最先端の消耗品だと、俺は思ってたわけね。だから、その、なんか、いろいろ調べたり、その、ミュージシャンの、こう、履歴を調べたりね、ディスコグラフィーを、こう、貯めてったりっていうのも、全然俺、興味なくてさ、まあ、その時その時の一番最先端いたっていうさ、ロックって俺にとって雑誌なんだよ。イメージはね。だから、まあ、今もだから、そういう意味でさ、まあ、ちょっとこの間も書いたけどね、その、社会好きなのに時代を作るんだと。で、時代を作るっていうのが、まあ、ロックなわけだよな。なんか作品を作ったり結果を作るってことじゃなくてさ、時代をこう突き抜けていくっていうのが時代を作るってことだからさ。だからまあ、ロックと雑誌っていうのは俺にとってさ、ロッキングオンっていうのはもうまさにね、ロックをテーマにして雑誌やってたから、だから、ロックやってたみたいなもんなんであるな。まあ、そんな感じです。はい。はい、次、シェアしてなかった。観光外書店に行ってきました。で、これは、あれね、銀座の。銀座のやつですね。で、韓国行った時に、その最終日に、友達に会って、で、その人は、韓国人なんだけど、中国にも今長く暮らしていて、奥さんも中国人で、で、まあ、韓国で日本語も喋れるんですけども、まあ、韓国、日本、中国っていう三カ国を見たときに、中国っていうのは一体どういう国なのかっていうのを彼なりにこう、なんで考察していて、で、その考察をまあずっと喋ってくれたっていうので、で、まあ、そこがその、中央集権的な中国っていうのと周辺に展開している中国っていうののなんか2つのこう中国の振り子みたいなのがあって、で、まあ、その振り子みたいな話を、まあ、結構長くこう彼が感じているものを聞いたので、まあ、ちょっとその中国のダイナミックスみたいなのをもうちょっとこう自分も実感したいなっていうふうに、まあ、思って、で、彼が今銀座に観光外書店っていうのができて、これはその中国から各こうアジアに進出していこうと思っている動きのまあ、書店なんだみたいなことを言ってたので、まあ、じゃあ一旦現場を見に行こうっていうふうに思いました。で、この時にちょうど主戦場っていう、ドキュメンタリー映画が何年か前に出てきたんですけども、これはそのアメリカ人の映画ドキュメンタリー映画監督が、まあ、日韓の問題を、まあ、日本の、右翼とか左翼とかいろんな人にこう聞いて、でこう卒業制作の、まあ、映画なんだっていうので、で、まあ、アメリカ人がこう聞いていくってことで、まあ、結構みんな本音をボロボロ喋っていて、で、後でそれがこう全体としてこう編集されて映画になるみたいな感じだったんですけども、
まあ、それの、韓国人の、プロデューサーが、韓国の合宿で僕とこうペアになって、なんかいろいろやってたおばちゃんがいて、そのおばちゃんの息子がそれの、プロデューサーだっていう話になり、じゃあ一緒に炭鉱街書店行きませんかっていうので、まあ、彼も一緒にこう行く感じで、行ってきました。で、今のところは、まあ、中国の本が全体の7割ぐらいで、で、まあ、日本の本があって、韓国の本がちょこっとあるみたいな感じなんですけど、その、まあ、行ってみて思ったのは、どういう本が中国語に翻訳されてるのかっていう、その日本の本で中国語に翻訳されてる本っていうのが結構あるので、なんかその、こういう本が中国語に翻訳されて読まれてるんだみたいなね、ことが、まあ、結構面白かった。丸山雅夫とか中国語に翻訳されて結構売れてるみたいな感じだったりとか。で、2階が、カフェスペースになってて、で、まあ、イベントを結構頻繁にやってるんだけども、でもお客さんはほとんどいなかったから、今、そんなにこれ本が、誰が来て、この中国語の本を買うのかみたいなところもあるので、まあ、今のところは、その2階でイベントをこうやりながら、まあ、ちょっといろいろ試してる、模索してるみたいな感じなんだなっていうふうな、印象です。で、イベント、まあ、お店の人が結構喋って、で、イベント今どんなことやってるのかって言ったら、まあ、ずっとまあ、ラインナップ見たら、まあ、8割ぐらいが中国人が中国語でやるイベントがあって、で、その中に2割ぐらい日本人が日本語で、やるイベントがあって、で、なんか読書会みたいなやつとか、その中国と日本のミックスとか、そういう人たち向けのなんか読書会みたいなやつとか、どうなんですかねっていう話で。で、まあ、ちょっと2階で、その、まあ、アイデンティティをテーマにした、そのジミーの読書会とかやってみようかっていうので、なんかそれは面白そうですねっていう話にはなって、まあ、来年の、まあ、1月か2月かに、ちょっと1回この上で、向こうが多分中国と日本のミックスの人とか、そういう人をちょっと集めて、なんかそこで1回、こう、対話会みたいなのやってみようかみたいな、まあ、感じに。なって、それがネクストステップになりそうです。はい。はい。まあ、だから、ちょっと田原君が、まあ、やろうとしてるね。まあ、イコールが、まあ、東アジア人というのが多分テーマになってくると思うんだけどさ。やっぱり東アジア人ってさ、まあ、これ、まあ、戦前の、まあ、農村主義っていうかね、右翼のイデオロギーそうだしさ、まあ、吉本ルーメンとかも言ってる、やってるけどさ。まあ、要するに南東論っていうさ、島のカルチャー。だから、まあ、中国がでかいからさ、まあ、島のカルチャーって基本的には農業と、まあ、漁業だな。で、まあ、まあ、基本的に水耕栽培のさ、文化で、それがまあ沖縄から日本に来るっていうさ、話じゃない？で、やっぱり中国、もう一方で、やっぱ狩猟民族がいてさ、北方民族がね。で、やっぱり騎馬民族とさ、農耕民族のさ、こう、せめぎ合いみたいなもんとかさ、文化的なね。で、これがだから大きくやると、まあアジアが農業国家でさ、まあ白人社会というか、その船乗ってきたのが狩猟民族でさ、まあ、領地を拡大していく、まあ、支配していくっていうね。だからの、農業ってそんなに支配したってしょうがないんだよ。そこまた畑作んなきゃいけないからさ、大変なわけだよな。だからまあ、あるエリアの中でこう、やっていくんだけど、まあ、狩猟民族っていうのは、まあ、支配していく発想でいくからさ、その農業者の奴隷にしてさ、で、兵隊で持っていっちゃうみたいなね、いうようなことがあってさ、なんかその辺の、農業と狩猟のさ、こう、葛藤とかね、多分そういうのがなんかあるんじゃないかなと。で、中国ってそれがまあ混然一体となってさ、でも基本的にはまあ、北方民族なんだよな、漢民族だったりさ、狩猟型の民族なんて思ったけどさ、
で、まあこれまあ男と女に比較していいのか分かんないけどさ、まあ狩猟型の男とさ、その水耕栽培型のね、牧畜文化とさ、まあそういうのも多分絡んでくると思うんでさ、まあそれにちょっと歴史的な視点で見ても面白いかもしれない。うん。だからやっぱりタイとかさ、ラオスとかさ、みんな人がいいじゃない。で、なんとなくやっぱり狩猟民族の方がさ、せこいっていうか、裏切りそうな感じがさ、生き馬の目を射 抜くようなね、ネッ契ク約に書か書をれなんる。か交わしたらなんかちっちゃく書いてあってなんか持ってかれるみたいな。なんかちょっと腹に一物ありそうな感じがあるんだけど、結構やっぱおおらかなやっぱり農業国家なんだよな。まあその辺もちょっと調べて面白いと思う。はい。次いきます。で、次は、まあ、キットコインなんですけど、これちょっとね、松田さんとやってて、まさにちょっとさ、待ってて、まず紙幣からやりますから。それで、まあ、キットコインはちょ、キットペーパー、お金の方から紙幣道から始まるんですけど、今ちょっと作ってます。で、まあ、これは要するにコミュニティで作るということで、まあ、ギャランティーがないんだけど、まあ、これもちょっと言ったけど、初めはそのシェアマガジンにしようと思ったのね。で、まあ、要するに、お金っていうものがさ、近代の、まあ、象徴的なもんでね。で、結局、自動車作るよりさ、トヨタ自動車の株を売買した方が儲かるっていうさ、おいしいものを作るより、ものを作ってる人たちの、まあ、ゲームにしていくのかね、儲かるっていう構造がさ、まあ、近代でね。で、まあ、それ両方追求したのが、まあ、近代だと思うんだけど、まあ、それが多分もう限界だと思うんだよな。金融経済の方が肥大化しちゃってるからね。まあ、これはその近代っていうものが、前の講義でやったけどさ、俺はその、まあ要するに、ギャンブルとピンハネ、出てきてると。で、ギャンブルっていうのは、その東インド会社がね、船出してさ、で、帰ってくれば大儲け、沈没したらチャラという、まあギャンブルだよな。まあそういうものに、まあ熱狂したわけだな。それでまあ、世界とは狭くなったっていう恩恵あるんだけど、まあギャンブル的な資本主義っていうのがあってさ、で、もう一つのピンハネっていうのは、まあ言葉悪いけど、ピンハネっていう言葉って悪意込めてるんじゃなくて、まあ結局、コピペだからね、機械が生産してさ、まあ、モック原型をね、いかにコピペしていくかと。まあ雑誌だって要するに版下作ってね、その版をコピペしたものが世の中に流れてるわけで、元のものが流れてくるんじゃないんだよな。一点主義じゃないんだよ、実はね。で、それで、大量生産っていうのが可能になって。で、まあ、その大量に作れば作るほど、同じマージンでもさ、10個作るよりは、それは1000個作った方がね、マージンの1個ずつ同じだとしてもさ、1000倍儲かるわけだからさ。だから、大量に作っていこうということなんだよな。まあ、例えば、その、レストランがあってさ、毎月100万円の売り上げありますというレストランがあってね、それで100万円の中で、現在やってさ、で、まあ、こなしていくと、一人の人がね、オーナーシェフがやれば、それで、まあ、100万じゃ無理だろうけど、まあ、300とか500万とかね、売り上げればやっていけるわけじゃない。でも、それが、例えば、チェーン店があってさ、1店舗では毎月利益が100万だとしてもさ、10店舗やれば1000万になるわけでさ。100店舗やればその、まだね、何十倍になっちゃうわけだから。だから結局、一つのお店で、利益出るっていうのが同じだとしてもさ。それは店舗を増やしてた方が、経営者は儲かると。いうことで、まあ、チェーン化っていうのが始まっていくわけだな。それでもそこでピンハネっていうか、利益をこう吸い上げていく構造があってさ。まあそれでまあ日本って、まあ日本とか世界の資本主義が拡大したんだけど、
もうそれも限界だろうと。で、一回、まあ、その、ギャンブルとピンハネやめちゃおうと。まあ、お金は必要だと思うんだけど、まあ、最低限のお金でいいんだろうということで、特に、まあ、はっきり言って雑誌ってさ、必要ないもんなんだよ。それなくたって飢え死にはしないわけでね。水とかさ、野菜はこれはないと困るわけだけど、まあ、基本的に俺らがやるようなことってさ、なくてもいいんだよ。はっきり言ってね。でも、それは、生活に、とか生きるためにはなくてもいいんだけど、人類をこう、生きていくっていうかね、まあ、文化を生きていくっていう意味では必要なことなんだよな。だから、その必要な意味がちょっと違うんだけど、で、その文化的なところは、そんな、その生産物の必要なものと同じでは、貨幣構造じゃなくてね、もうちょっと違う形があるんじゃないかと。で、まあ、キットコインっていうね、まあ、コミュニティ貨幣をさ、発行してね、まあ、イコールの制作に協力してくれた人、まあ、原稿書いたり、デザインやってくれたり、人には、そのコミュニティの中でだけ通用するお金を発行するというのが、まあ、これの趣旨です。で、この、もらったお金は、円には換算できません。でも、まあ、イコールは買えるわけね。で、だキットコイン貯めて、イコールを買ってですね、それをメルカリに出せば、現金に換金できるんだな。で、シェア所定で自分で売ってもいいということで、まあ、イコールが作ったものを買えると。で、まあ、これがイコールが書籍出したりさ、から新キロ大学とかね、いろんなイベントやったりすると。まあ、イコールが生産するコンテンツ、に対して、まあ、使えるコインだというようなことでね、その中で回っていくという趣旨ですね。で、まあ、これ今回の目次ですけど、まあ、50人。まあ、すごいですよ、これ。まあ、これはみんな書いてるわけだ、これな。で、まあ、創刊05に関しては、まあ、現物支給でね、本を10冊ぐらい、送ろうと思うんだけど、まあ一応その郵送料の問題があるんで、一応一番レターパックの一番でっかいのに入るだけ入れて送ろうと。まあ9冊ぐらいになるかもしれないけどね。まあそれで送りますと。で、それはもう全部メルカリに出してと。と、ある時期なんかメルカリ見るとイコールばっかり出てるっていうですね、宣伝効果を狙うんですけど、まあ、そんな感じでいくと。で、まあ次の、まあ、創刊号からはね、まあ原稿料1本につき、何キットコインっていうね、いう料金表を作ってですね、まあ、コインが支払われると。で、それで、まあ、一つは、イコールのバックナンバーを変えると。から、イコールの、発行する、まあ、書籍とかね、コンテンツが変えると。から、イコールの講演会とかイベントにも、それ料金が使えると。いうような、まあ、イコール経済圏の中だけ使えるものだと。いうような形なんですね。で、まあ、雑誌のコストっていうのは、まあ、編集費とね、印刷費がある。で、まあ、これはまあソフトだな。こっちがハード。で、まあ、ここの部分は、まあ、ソフトの部分は、基本的にコミュニティ通貨の発行で処理すると。まあ、ただし、まあ、コミュニティ以外の人のね、例えば取材を、第三者にお願いしてね、謝礼を払うとか、まあ、これは現金でやるしかないんで、これは現金でやりますと。まあ基本的な、中心的なね、原稿とか、デザインとかに関しては内部でやるということで、まあこれで賄うと。から、まあ印刷費に関しては、クラファンをやると。で、このクラファンっていうのも、まあ韓国だったって書いてあるけどね。今のクラファンって、まあ単なる寄付金集めなわけだよね。で、俺は全然違うコンセプトがあって、それは、やっぱ近代の話なんだけどさ、その大量生産、大量消費のビジネスモデルだからね。まあ、大量生産するには、まあ、原材料をね、購入して、工場を設置して、人件費を払って、販売管理費が発生してですね。で、そこに利益がついて、で、1個あたりの単価と決まると。まあ、定価が決まるわけな。だから、その大規模にやった方が定価が安くなるから、勝てるということで、まあ、組織の拡大を図ったわけだよね、大企業はね。それで、まあ、定価ってのは決まるんだけど、
だ定価っていうのは、あくまでこれ生産者の側の価格設定なわけだよな。で、消費者ってさ、まあ、購入する側ってさ、多様なわけだよ。だから、お金持ちにとってさ、10万円なんか大したことないと思ってる。でも、貧乏にとって1万円ってのはすごい大金だと。考えちゃうと。いうのに関わらず、定価がいつも一定ってのはおかしいじゃないかと。で、クラファンっていうのは、まあ今、リターンっていう形でね、今4種類、5種類ぐらいあるんだな。イコールで言うとね。これは2000円から10万円まであるんだよ。で、これは、単なるリターンじゃなくて、その人が払えるお金のね、イコールの定価を自分で決めてくれと。だ2000円しか払えない人は2000円でいいと。10万円払う人は10万円払ってくれと。これは要するに、イコールの価値をさ、俺らが決めるんじゃなくて、消費者が決めてくれという考え方なのね。だこれがまあ表向きは普通のクラファンで普通に支援を求めてんだけど、コンセプトを全然変えちゃえばね、定価ってものに対するさ、ちょっと違うこの組み替えになっていくというふうに思ってるわけだ。で、10万円払えば広告1ページもらえるとかね、まあそういうリターンはつけるんだけど、基本的にその定価っていうものに対するさ、ちょっと違う方法を模索するっていうのが、まあこの、形で。で、これで、まあ、要するに集まった金で印刷すると。だから逆に言うと、集まんなかったら、コピー印刷になるかもしれない。いっぱい集まれば部数が増えるというですね、もう逆算方式で考えてるわけな。だとにかく、この雑誌を出すためには、先行投資とか、宣伝とかね、何億円かかるわけだ、普通、出版社やればね。とにかく金かけないで雑誌ができると、俺はモデルを作りたい。それで、本当貧乏人だはね、金も一銭もないというのは、連絡しろと。それはイコールで、講演会とかやるからね、受付やれと。そしたら、1000キットコインあげるから、それでイコール買えばいいわけだよな。だから、要するに、金がなくても購入ができるっていうさ、金持ちも、自分の余ってる金をさ、使えると。だから100万円のコース作ったっていいわけだよな。だそういうんで、それで集まった金で逆算して、印刷部数が決まるというさ、マーケットの論理じゃなくて、この発行の原理でね、やっていけば、全くこうリスクがないっていうかね、編集費もかかんない、印刷費もそう、集まった金しかやんないというふうに、変な欲持ってさ、これを10万部にして広告いっぱい入れようとかさ、いうふうに考えない限り、要するにサスティナブルになるはずなんだよね。構造的にはね。で、まあ、そこのね、構造の中でね、キットコインをね、作っていくと。で、今、小泉進次郎ってね、俺の古い友達なんだけど、知ったかぶったって漫画で、まあ、彼に、絵を描いてもらってんだけど、なんか漫画みたいなね、公開なんだけど、俺のキャラクターで千手観音になってんだよ。で、千手観音の手がみんな人と握手してるっていうね すごいコンセプトのね、俺のキャラクター作ってるからね。まあ、それで、まあ、とりあえずね、印刷して配るというような感じになります。だから、まあ、これ変な話だけどな、ルッキングオンの時もさ、原稿料なんか払ったことないわけだよ。まあ、要するに、儲かり始めてからね、まあ、給料払って人入れたりしたけど、まあ、初めの5、6年なんて全くみんな水に来てたわけだからさ。だからそれでもやっぱり出したいっていう方がさ、なんかお金が儲かるからやるっていうよりさ、俺、はるかに、いいものができると思ってるわけよな。なお金もなかったら原稿を書かれたら別に書かったっていいよ、別にさ。書きたいやつは書けばいいんでさ。というのね。で、ポンプって雑誌も投稿雑誌なんだけどさ、俺3年間編集長やったんだけど、一回も赤字出したことないんだよ。だって原稿料ただだもん。投稿だから。だからスタッフの人件費とさ、家賃だけでさ、あと印刷費だけでやるわけだから、
まあ普通の雑誌とか想像もつかないぐらいコストかかんないくらいだよ。で、これちょっと今度やろうと思ってたけど、イコールでね、プレゼント大会やったんだよ。ポンプで。読者プレゼント。で、普通読者プレゼントで提携してさ、まあメーカーさんとね、組んでさ、商品もらってきてさ、JAL の旅行に行けるとかさ、普通にやるんだけどさ、もう一切やんなかったわけね。で、何したかってさ、商品募集したんだよ。読者から。そしたら、なんか、高校生が、マフラーを編んできたりさ、なんかさ、となんかそれ人気出ちゃったりするさ、だから商品募集してさ、それを読者プレゼントしてね。それで、まあ、これだ、ポンプもさ、まあ、本来貼らなきゃいけない原稿料があるわけだよ。例えばさ、でも、毎回さ、2、300人の投稿が載るわけだよ。そういったのに原稿料払ったらさ、もう銀行振り込みだけで、なしさ、その税金とかめんどくさいわけだよ。だから、まあ、原稿、本来払うべき原稿料みたいなものをさ、まあ、商品で買ってね、やったりもしたけどさ、でも基本的には個人から個人へのプレゼント大会やろうということで、まあその時俺はその一番大事にしたデビッド・ボーイのサインをあげちゃったんだよな。あれ持ってりゃ当たり前にやっちゃったんだけど。だからそれをさ、イコールでさ、50人いるからね。お前一番大事なもの出してくれて。で、読者プレゼントやろうっていうのをさ。そしたらなんか変に高価なものよりもさ、なんか、ヒューマンタッチでいいんじゃない？ね。と、まさかメガネ出して、色作るのいっぱいあるじゃない？だから、それぞれができることをさ、提供するようなさ、いうようなこともちょっと考えてる。というね、長年参加型やってるからさ、まあ、今回ちょっと、まあ、新しい次元の参加型だと思ってるんだけど、まあ、その辺のね、経験とノウハウがあるからさ。まあ、ちょっと、インターネット時代ね、会社できるか楽しみにしてます。この間家が売れたので、テナントにちょっと戻って契約してきたんですけども、でその時にちょっといろいろペナントの宗教の状況と、あとそのチャイニーズマレーシアンのアイデンティティみたいなものについて考えたいなと思って、で、まあ、友達と道教の、なんか道教のこういう祠みたいなのがものすごいたくさんあるんですよ。あれ一体何なのかなっていうので、そこの、まあ、総本山行ってみようみたいな感じで、まあ、裏山のところにその総本山があるから行ってきたんですけども、基本的にこう、たくさんこう並んでるんですよ。一番左のやつが、これがムスリムの7人兄弟の伝説のこう7つのなんかろうそくがあるみたいなところで、これの左が山の神様で、で真ん中が道教のやつで、その隣がインドの神様で、で、なんか、菩薩があって、で、子供のこう神様みたいなのがあって、で、なんか聞くと、結局、まあ、本当なのかなと思ったんだけど、いや、私たちにとって神様は全部、ゴッドはゴッドでセームで、ただそのスタイルだけが違うだけなんだっていうのが、まあ、ここのコンセプトで、まあ、全部の神様が一緒にこう並べて祀ってあるみたいな。場所で、で、でもまあこの感じが多分その多民族多宗教多言語のところで、まあみんな同じだからっていうことで宗教のこう戦いが起こらないようにするみたいな、まあ、感覚なんだなと思って、でまあちょっとここを見に行ったりとかしてました。あ、それでチャイニーズマレーシアンの友達にアイデン今そのアイデンティティについて聞いたんですけども、世代によって結構違うっていうのがすごい面白くって、で、1人は45歳の、男子で、で、彼は、その、
ペナン島にコッケとかリケとかなんとか家っていう、まあ、なんとか一家があるんですけど、彼はまあコッケの、まあ、苗字の人で、で、その灘高校みたいな、なんかちょっといい高校出てるんですよね。チャイニーズ系の。そうすると、彼は基本的にそのコッケのアソシエーションのメンバーだっていうアイデンティティを持っていて、で、やっぱ中国のガバメントとはやっぱりちょっといろいろコントロールきついから、まあ、中国とかに住みたくないと、自分はコッケのアソシエーションの人間だっていうふうに、まあ、思ってると。で、あとその灘高校みたいな、まあ、なんとかっていう高校の、まあ、そこのネットワークは全国に広がってるから、靴でこうジミーチューっていう靴があるんですけども、で、これ、イギリスの王族がなんかその靴を履いたりみたいな感じで、で、ジミーチューはペナンの、ジョージタウンの出身なんですよ。で、彼がなんでイギリスの王族に靴を提供できたかって言ったら、彼はその高校の卒業生だから、その高校のネットワークで、イギリスに行くことができて、そしてその高校のネットワークで王族にプレゼントすることができてとか、まあ、全部その高校のネットワークが全国に張り巡らされてるから、まあ、自分たちはそのアソシエーションで、まあ、そのアソシエーションのメンバーだっていうアイデンティティで生きているって話を、まあ、して、で、なんかそうなんだなと思って、30歳のカフェのオーナーの、まあ、カフェビジネスをやってる友達に聞くと、自分はもうそういうなんかアソシエーションとか、もうなんか賄賂とか要求してきたりとか、お金払ったりとかしなくちゃいけないから、もうそういうのは嫌だって、私たちのジェネレーションはもうそういうんじゃなくって、むしろやっぱり中国のカルチャーになんか憧れがあるっていうね。マレーシアだとやっぱりその制服とかもされちゃってるし、マレーシアにはヒーローもいないし、マレーシアのヒーローもなんか中国人じゃなくてマレー人だったりとかして、なんか自分たちが、なんか自分たちがすごいって思うような、そういうロールモデルがマレーシアにいないと。だからその中国には三国志もあるし、なんかいろんなヒーローがいるから、自分は自分のことを中国人だっていうふうに思っていて、で、まあ、上海とかでビジネスをしに行くんだけど、ただ、その自分は中国人だと思って、上海の人のところに行くと、上海の人は、あ、マレーシア人だよなと思って、英語で話しかけてくると。で、自分は中国語で話すと。向こうは英語で話しかけてきて、なんだこれはって思ったりするみたいな。なんかそういう、こう、なんていうのかな、海外に出た中国系と中国に住んでる中国人みたいなところのギャップみたいなのはあるんだけど、でもまあそっち側にこうアイデンティティを持っているみたいな。で、そのウエスタナイズされて、その、まあ言ってみれば英語教育がすごい活性化してるから、その、まあ英語でいろんなことをこう考えることができるようになったり、英語の情報も得てるんだけど、そうすると、そのマレーシアの、まあ、そのアソシエーションの方がちょっと古いじいさんばあさんとかがやってきたのがアソシエーションだみたいに感じられて、で、今の中国のこう国力がどんどん上がってるから、なんか中国と一体化したいみたいなこう意識がこう出てくるっていうね。だからなんかそこが本当マレーシアでも、その30代か40代かのところのジェネレーションで、そのこう違いが、ね、なんか両方出てきてるっていうのが、なんか今回ペナント行ってみて、今までまあ知ってたんだけど、あんまりそういうこと喋ったことのない友達と結構じっくり喋ってみると、なるほどなと思う、ところがありました。で、もっと若い人だと、例えば三国志とか知らないみたいなね。なんで知らないんだよ、三国志だぞみたいな、そういうところもあったりとか、まあ、それは本当にウエストナイズされてる、若い人たちとか、なんか本当に、なんていうのかな、国とか家っていうものに、こう、帰着しようとしてもしきれないみたいな、すごいこうアイデンティティの揺らぎみたいなのが、このミックスの、ところに、まあ、出てきてるなと。で、あと、チャイニーズ・マレーシアンっていつ来てるのかなと思ったら、まあ、100年ぐらい前の、その第二次世界大戦前に、鈴のマイニングがあって、で、その炭鉱労働者としてこう中国から渡ってきてるんですね、おじいさんとかが渡ってきてる。で、でインド人はゴムの天然ゴムのプランテーションの労働者として渡ってきていて、でマレー系もインドネシアの方からこう渡ってきていて、結局、このマレーシアにもともと住んでたネイティブみたいな人はちょっとしかいないっていうね、感じで、まあみんな渡ってきてんだけど、
だからその渡ってきたときはまだマレーシアっていう国じゃなかったんですよね。で、それがなんかマレーシアっていう国になって、みたいな感じで、だからそれを自分はマレーシア人だとかって言うのもな、みたいな、なんかそういうたかだか3代ぐらいの話で、おじいさんの時はみたいな感覚っていうのが、なんか日本とかだと感じにくいけど、その東南アジアだとその感覚ってすごいあるんだなっていうのが、しみじみ今回感じたところでした。だから前も言ったけど、大本教っていうのがね、まあかなりそれに近いさ、まあ神様一つでね、天でさ、まあそれぞれの、地域の見方でさ、アラーになったりさ、キリストになったりすると。綾部にさ、大本教本部が綾部と亀岡にあるんだけどさ、まあ、出口直さんっていうね、筆先のが綾部でさ、そこの元に行くとさ、入り口の真ん前に教会が立ってんだよな。だから普通宗教団体がさ、門の前にさ、他の宗教来たら、文句つけるじゃない。もうウェルカムなんだよね。だからみんな同じことを追求してる仲間だと思ってるわけだね。で、大本の神岡なんか泊まると、あと賛美歌かなんか流れてきたりさ、なんかね、すごい、で、あそこエスペラントの、拠点だったしね、なんかそういう国際っていうか、人類のその共通項のところと、で、それが異質なエリアで発展してきたと。だけど、本来は大本だと。大本は一つだっていうさ。まあ、それの考えたら多分ね、そういう、あれじゃなかと、同じなんじゃないかと思うんだよな。で、まあ、もう一つそのさ、まあ、世界観っていうのがさ、多分これから俺すごく一番大事であってさ、テクニックじゃなくて、やっぱ世界観だと思うんだよな。で、まあ、この間もさ、なんか東中なんかで仲介屋にさ、中国の、抗議したさ、インフルエンサーがいっぱい来てさ、まあなんか、福島の野菜食べないっていうから、じゃあ中国人お断りみたいな看板出して、うちは福島野菜使ってますよみたいなさ、したらもう抗議の対象で、それ抗議すると、ドワーッとアクセス増えるから、次から次に来たんだよな。で、その中国人インフルエンサーのなんか見てたらさ、まあもう怒ってんだけどさ、実はゲームオタクでさ、日本のゲームが大好きだったとかね、アニメが大好きだったっていうのはさ、いるわけだよ。で、やっぱり今、みんな YouTube で外国人見てても、やっぱりアニメとゲームがさ、ポケモンとさ、セーラームーンとかね、まあそういうのはみんな子供の時からこう染みついてるわけだよね。あれってさ、何かっていうと、あれ物語なんだよな、世界観なんだよ、あれな。だ世界をこう見せてくれたっていうことでさ、こういうふうに生きなさいとか、ああいうふうに やると賢くなるんじゃなくて、世界を見せてくれたっていうのがさ、アニメとかね、ゲームのさ、最大の俺、力だと思うんだよな。だからやっぱり宗教もある意味は世界を見せてくれるところがあってさ、で、そこでハマっちゃうのもいるんだけど、まあアニメにハマっちゃったりさ、ゲームにハマっちゃったりするのもさ、あれ単なるマニュアルじゃなくてさ、世界観なんだよな。だからその世界観っていうのは多分ね、今一番人類全体が、日本に生まれたら日本の世界観をつかめるかって言ったらつかめないわけだよな。それ多分どこにいても同じだと思うんだよ。だからやっぱりジブリ的なさ、世界観とかさ、ポケモン的な世界観っていうね、世界を見せてくれるっていうところにさ、なんか今言ってるような気がするな、人がね。まあ、やっぱり漫画とかさ、まあ、韓国でマンハっていうのはさ、あれも、まあ言ってみれば、造物詩なんだよな、漫画家って。要するに、何もないと白紙にさ、世界作っちゃうわけだよ。
だから、70年代に、まあ、逆に問題になったんだけど、なんか、主人公を自由に操れるわけじゃない。と、なんか、神様になった気になっちゃうんだよ、漫画家が。それで、特に女流漫画家とかのさ、宗教に走ってさ、自分は神様になっちゃったりみたいなのを見てね、まあ、一歩謝るとそっち側って言っちゃうんだけどさ、やっぱ漫画の世界作るってさ、その動物種がさ、何もないところにさ、泥をこねくれまして人を作っていったりね、事件を起こしていったりってさ、神様視点になっちゃうんだよな。だから漫画って特にそうでさ、小説っていうのは割かしこう、積み上げていくけどさ、世界観から始まるからさ、アニメとか漫画はね。まあ、宗教の多分原理に近いんだと思うよ、まあ、それだけやっぱり今、望まれてることではあるんだよ。はい。休み。今日YouTube 見てて、イスラエルとガザのところを日本人がこう入っていって、まあ、そこで話してるみたいな話があったんだけど、でもそのイスラエルの兵隊はワンピースのファンだっていう、日本人かっつってワンピースが好きなんだっていう話をしていて、で、ガザのところに入ってパレスチナ人の人は、ここは進撃の巨人みたいになってるんだって言って、で、パレスチナにはコナン、名探偵コナンがたくさんこう、すごく、パレスチナではコナンがすごい人気なんだって話をして、だからすごいある種本当にこう、殺し合ってる的なものがあったりもあるんだけど、同時に両方とも日本のアニメのファンだったりとかするみたいなところに、なんか違う可能性あるよね、みたいなね、話を、まあ、そこで、YouTube でしてたんですけどね。いや、あとウクライナだってさ、なんか戦車になんかキャラが貼ってあったりするもんな。なんか違ういそうでね、なんかこう違うものの共通点が今ね、ありますよね。それでやっぱりみんなさ、子供の時なんだよな。原体験にさ、入ってってんだよな。それってやっぱでかいと思うよな。マレーシアでもジャポニーズかって言ったら、ナルトだなとか、なんか自分にナルトみたいな名前をつけてくれとか、なんかそういう話にやっぱすぐなりますもんね。まあやっぱりすごいよな、ドラえもんにしても。それで、まあこれがね、さっき言ったプロトタイプを作ってるんで、一応、まあね、今回のイコールは、まあ、木津川京都振興局部の責任編集合だという位置づけなんだよな。で、お金も組織の目的もコミュニティがあれば、いくら作れるという、まあ、モデルを作っていくと。で、まあ、これでの鉄道マニアが集まる鉄道イコールが作れると。料理好きが集まる料理イコールが作れると。旅行好きが集まる旅行イコールが作れると。で、何をしたいかっていうと、これはその、一つの雑誌を作りたいんじゃなくて、今の書店の雑誌売り場を全部イコールにしちゃいたいんだよ。この方式でやるできちゃうんだよ。で、それはちょうど俺がポンプ作った時に、ポンプを100万分にしようんで、まあ、これっぽっちも思わなくて、みんながポンプ作ってくればいいと、真似してくれればいいと。だからそれまで読者欄っていうのはおまけだったのかさ。まあ、その辺から結構その、コンテンツの一つとしてさ、読者投稿っていうのかね、価値を認められたんですよ。特に女性誌とかね。で、一番使ったのはタウン誌なんだけどさ。だから俺、そのタウン誌みたいな形でね、イコールが展開されていくとね、タウン誌とは地域の情報誌だったよね。で、コミュニティの情報誌をいろんなコミュニティがタウン誌のように作っていけばさ、タウン誌文化みたいな、これもインターネットで潰されちゃったんだけど、インターネットの中でね、新しい雑誌の文化ができると。だからまあ言ってみればその雑誌を作りたいというよりも、新しい雑誌の業界を作りたいんだよな。だから、まあ初めはね、そんなことあって何のこっちゃになっちゃうんで、まず俺が作って、まあ田原君とかね、佐々さんとか、まあ仲間たちに、自分たちのね、イコール作ってみないかというような形で声かけてって、で、少しずつこう増やしてってね。で、まあ、木津海峡のイコールは年4回だけどさ、田原君が年2回出すと、佐々さんが年2回出していくと。と、だんだん月間になっていってさ。
それがどんどん増えていけば習慣になっていくというような形で、全体として、大部数になると。一冊一冊は何千部だったりするんだけど、ネットワーク型でね、いけると。そうすると、まあ、例えば、イコールで、なんか鉄道の話があったときに、じゃあ鉄道イコールの連中と組んでなんかやるとかさ、こう裏でこうネットワークがまた使えてね、で、まあ、現行のやりくりとかさ、1ページ余っちゃったよって言ったら、じゃあうちの使えみたいなさ、まあ、そういうような協同組合的な、ね、ものもできるというような、まあ、イメージだな。で、まあ、守護院はこの今、編集者コースとかライターコースをね、塾生でやっていくんだけど、まあ、そうすると他にね、編集長コースということでね、編集長のちょっと集まりをやっていきたいなと思ってます。まあ、こんな感じですね。じゃあ、ちょっと、次に行きます。その社会っていうのを、なんか社会があって何かをするっていうよりは、その一緒に何をするっていうところが、社会になっていくみたいなふうに、こう、動詞で捉えたいなと思ったときに、まあ、例えば一緒に狩りをしてた時代に狩猟採集社会っていうふうに、まあ、その狩りをする、一緒に狩りをするっていう営みにあった社会になったんだろうし、一緒に農業をするっていうところから農業社会になったり、まあ、一緒に工場で働くから工業社会になるみたいなことを考えたときに、まあ、近代国家ってやっぱりその帝国主義とか植民地主義のところで、まあ、どうやってその国っていう単位で、まあ、他国と戦うかっていうね、まあ、富国強兵みたいなところが、まあ、あったんだろうし、まあ、一緒に他者と戦うみたいな感じで株式会社みたいな話だと考えたときに、なんか次の社会って一緒に何をすることなのかみたいな、なんかそこがすごい大事な問いだなと思っていて、で、まあ、僕は今回その雑誌っていうお題があったときに、やっぱ国境を越えて一緒に雑誌を作るっていう、これ境だよな。国の境の国境ああ、そうだそうだ、国の境です。違う、全然違う意味だ。になっちゃった。これじゃ、消えすぎまこすれはよ。やばいやつになっちゃった。国の境ですね。で、なんかヒントは、その雑誌を作ることで、まあ、コミュニティで雑誌を作るっていう言い方もあるんだけど、雑誌を作ることでコミュニティになるっていうね、そっちの逆も考えたときに、その、まあ、一緒に雑誌を作るっていうことで、その世界アジトネットワークみたいなやつを作りたいと思ってて、で、そのなんか一緒にこう雑誌を作ったっていう共通体験を持ってるなんかつながりみたいなところを、なんか国でもないし、その生まれでもないし、なんかそうじゃない一緒に雑誌作ったよねっていう、なんかそこがこう新しいアイデンティティの方がみたいになってくるんじゃないかなっていう、まあ、期待が。ちょっとあって、それを試してみたいっていうのがあって、で、まあ、とりあえず、その日本とマレーシアと韓国が、まあ、つながりがあるのでやりやすいかなと思ってて、まあ、じわじわ、まあ、中国とか台湾に広げていこうと思ったときに、その、まあ、AI 翻訳が出てきたっていうのが結構大きいなと思って、で、その AI 翻訳とか、まあ、コミュニティ通貨が、まあ、さっきの、キットコイン的なものを、まあ、どういうふうに使うかっていうのもあるんですけど、やっぱそういう、こう、インターネットが出てきて、AI 翻訳が出てきたからこそ、今、ようやく、その、国境を越えた、なんか雑誌が作るみたいなことが、やれそうな感じになってきたなと思っていて、で、そのネットワークで、まあ、まず雑誌を作ることで、なんか同じ雑誌を作ってる、なんかメンバーみたいな感じになってきて、まあ、そこで未来フェスをやったりとか、まあ、そこのアジトを巡るラーニングジャーニーが出てきたりとか、そこのネットワークがあれば、そのフリースクールみたいな、なんか田舎でその、まあ、外につながれなくてみたいな人が、そこのこう拠点からそのネットワークにこうつながっていくみたいな、なんかそういう、こう、ものにこうなっていきそうな予感があるなっていうので、なんかその、なんか雑誌っていうものでこうつながったネットワークを、まあ、その後どういうふうに使っていくと面白いだろうかみたいなことを今ちょっと構想していて、なんかその
それがなんか僕の宝版イコールのこうテーマになっていきそうだなというふうに、はい、思っています。まあ多分、そういう国際とかなんだけどさ、まあちょっとこの後話すけどさ、やっぱり主役はさ、次の世代と思うのね。まあ、俺たちはさ、まあある意味ではもう染まっちゃってるしさ、まあその中であがいてるわけだけどさ、むしろまだ、経験値のないね、子供たちに舞台を作っていくっていうかさ、主役にしてった方がいいと思うんだよな。だからまあその辺ちょっと意識してさ、なるべく地域の中のね、権威とかさ、実績のある人っていうよりもさ、可能性のある人たちをさ、こうつなげていった方がね、多分、結果的に流れができるわけですんだな。でさ、最後はこれね。この戦争で死んだ兵士のことっていうさ、本があるんですよ。これね。で、これ小泉が、もう20年ちょっと前かな。元ベネッセで出版やっててさ、で、いい本出したんだけど、やめちゃったんだよな。儲かんないっつって。で、まあ、この本はメディアファクトリーが引き取って、まあ、リクルートのね。で、これはリクルート版なんだけど、メディアファクトリー版なんだけどね。まあ、出して。で、これ英語もついてるね。で、リクルートも出版やめちゃって、儲かんないからって。で、角川がそれ買ってさ、今角川に権利があるわけだよ。まあ、そういう本なんだけどさ、まあ、30ページぐらいの、まあ、絵本なんだけど、まあ、戦争と兵士ので、すごい読みやすい、すぐ読めちゃう本なんだけど、まあ、これ俺、小泉の中で一番好きな本なんだけど、まあ、いろいろ面白い本出してんだけどさ、まあ、どっちかと、こう、笑いが中心なんだけど、まあ、これはちょっと悲しいというか、ベースのね、漫画なんですけども。で、まあ、これをね、函館の長崎先生に、送ってね、生徒に読んでもらってくれと言うんで、渡したんですよ。それで、まあ、初め、意味だけ長澤さ。さんが、朗読したみたいなんだけど、そしたらみんな読みたいっつうんで回して、で、すぐ何人かね、書評書いてくれて、まあ、送ってきたのね。で、これ今、絶版ではないんだけど、アマゾンで買えなくてね。まあ、古本屋でやると3000と5000ぐらいしちゃってね。まあ、とりあえず、俺何冊か、で、小泉にもらったんで、何冊かあるんで、まあ、この本をさ、まあ、梅ちゃんとかね、とっくんとかさ、まあ、教育やってる連中たち渡して、まあ、生徒読んでもらってね。で、その書評を集めて、まあ、特集組もうと。で、まあ、場合によってはね、小泉君に出てきてもらって、っていうか、もうあれなのかもしれない。ベラリンがすり減ってるのかもしれない。和さん。マスさん、ミュートになってないよ。和さん、ミュートなってないよ。どうするんだっけ。母さんホストだからミュートできるかもしどうやってるんだっけ。あ、消えた。まあ、それでさ、まあ、こういう、本のね、まあ、共同読書会、まあ、単発でやるんじゃなくて、各地でやってもらって、まあ、それを集めて集合版のね、商標ページを作るというのはちょっとやってみたいのね。で、ちょっと田原君関係でさ、子供のグループとか、宮城の方のあるとかさ、いろいろあるじゃない？だから、ちょっとこれ、まあいいと思うんだけど、PDF にしちゃうからさ、それを渡してみてもらって、それで、まあ場合によっては未来フェスみたいなね、これの本の感想会みたいなことやってさ、で、まあ小泉に呼べれば一番いいんだと思うんだけどさ、まあそういう、まあ著者との交流会みたいなのもやりたいんで、
あ、ちょっとこれを探ってくださいよ。で、これ英語版なんで、外国にもいけるんでね。うん。で、まずちょっと、タロ君に送るから、見てもらって、なんかありそうであれば、回してもらって、というような感じでね。それで、まあ、この本もほぼ絶版なんだけどさ、今の出版業界って新刊しか価値がないわけよ。新刊しか本に並ばないわけね。で、どんどんいい本で売れなかったら絶版にしちゃうわけだよね。で、まあ戦後もものすごい膨大な本を作っててさ、で、いろんな著者いるけど、ほとんど絶版になってるわけだよな。自分の過去の本ね。で、必ずしも最新が新しく、素晴らしいって限らないわけだよな。その人のピークって、もしかしたら30年前あったかもしれないしさ。だからその絶版をもう一回ちょっとね、新しいものを作るというよりもさ、こう、埋もれちゃってるものをね、掘り起こすっていうさ、作業をしたいのね。で、まあ、俺としては、基本的に著者が著作権持ってんだから、そういう絶版になったものをさ、自分で出せばいいと思うわけだよ。それを俺が作ってあげるんじゃなくて、自分でさ、300部のさ、アマゾンでやればいいしね。シェア書店で売ってもいいし。だからむしろ自費出版って俺プロがやるべきだと思ってるわけで、今。絶版をね。で、読者がいれば、それ売れ、多分全部2000も売れちゃうからさ。そういうふうにして、ちょっと出版をね、違う角度でさ、活性化する。新人をなんか尊重するだけではなくてさ、やっぱりその物書いてきた人たちの、ベストなね、本をね、もう一回世の中に出していくっていうさ、流れを作りたいな、という意味でも、ちょっとこの本がね、まあ、商標やって角川に圧力かけてさ、出させるっていうのもあるだろうし、もし出させないなら、俺らで作ってもいいな、というふうに思ってるね。だからまあ、俺の経験値ってさ、まあ、要するに、本作ったり雑誌作ってきたっていうことが一番大きいんでさ、それを活かせるのがさ、なんか新しい情報を持ってきて皆さんにお伝えするみたいなところに価値があるというよりもさ、今の出版業界をなんとかね、違う形で盛り上げたいという、動きの方がさ、まあ多分、俺の役割だと思うんでね。だそういうちょっと隠れた本とかさ、消えた作家とかね、そういうふうにちょっと注目したいなと。言うんで、まあ、とりあえずこれで小泉の友達なんでね、ここから始めやないと。で、まあ、きっとこれも彼の絵だからね、ちょうど いいんで、ね、やろうと思ってます。はい。ってな感じかな。はい。とりあえずちょっとフリースクール系のところそうだね。と、せっかく英語があるので、ちょっと違う展開もそうね、だね。マレーシアの、まあ、僕の友達が、日本語の先生なので、その日本語を勉強しているマレーシア人の若い人たちが、その周りにバーっているんですよ。で、まあ、日本語は、まあ、いろんなレベルだけども、英語は基本的にみんな喋れる子たちだから、そこにちょっとなんか配ってみてもいいかも了しれない。解です。はい。じゃあ一応今日はこんな感じで。はい。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうはい、ござい失ま礼しした。ます。